朝つぐとり、前回の続きからプレイしていきましょう。こんなに次に進みたくないスタートあるかっていうぐらい嫌なところで止めたね、前の時の自分はね。キャー、今の声は困りの叫び声だ。慌てて声の下方へと向かう。どうなってるかわからんけど、誰がどうなってるのかわかる。どうなってる？ん？誰かが何かになってるのはわかる。困り、どうしたの？実験室に入るとそこには、だって、前がさ、だって頭ドス、首ツリーでしょ。次どうなんのよ。薬品全く関係なかった。薬品でちょっともっとえぐい感じかなと思ったけど、むせ返る血の匂い。倒れたカレンさんの胸元には血が滲んでいる。悲鳴を上げることすらできず、その前に立ち尽くす。今まで撲殺された死体や首吊り死体を見てきたけど、こんな風に刺された死体を見るのは初めてで、思わず戻しそうになり、口元に手を当てる。カリン、カリン、目を覚まして。カリンさんは自分の体が血で汚れるのを構わずに、困りは自分の体が血で汚れるのを構わず、カリンさんへとすがりつく。これはもう無理だよ。でも今の状態だと間違いがやったんじゃねえのって感じなんだけど。後からやってきたらしい間違いが冷静に過ぎる。そんなわけ、ドキでしたとか言ってよカリン。これケチャップかなんかでしょ。あんたが死んじゃったら、私は10日しか叱れないのよ。10日かわいそうと思うなら今すぐ起きなさい。私を叱るのは確定なのね。でも本当にそうよ。カリン、なんであんた死んじゃったのよ。誰が殺したのよ。みんなのやりとりを聞く。私は何も答えない。口を開けば吐いてしまう。そういえばメスの管理、困りに頼んだわよね。ふと気がついたようにどうかが言った。私を疑ってんの？無理もないけど、私はないわ。メスの管理場所を検討中で、まだ何もしてなかったの。やっぱり。いや、別に困りを疑ったわけじゃないのよ。ただ、メスはどうなっているのか確認したかったの。つまり今なら誰でも、手術室からメスを持ち出したってことで。そういうことになればね。困りが悔しそうに唇を噛みしめる。ああ、責任感じるよな。自分がもっと早く対応しておけばって。聞いてく、すずちゃん、どうしよう。テレの時ってすずはどこにいたの？テレの時ですか？そうですね。すずは温室にいました。突然真っ暗になって、ずっと床にしゃがんでいました。テレの中、最初何が起こったのかわからなくて、とにかく落ち着こうとしていました。しばらくしたら、温室が明るくなって、外の風景が変わっていることにすぐ気づいたんです。あー、そういうことか。なんか、リセットされましたよみたいな、そういうことか。確かめるためにすぐに廊下に出てみたら、やっぱり廊下から見える外も明るくて。そっか、それで窓の外は映像だって気がついたんだね。もう何を信じたらいいのかわからなくなりましたよ。星が見えるって俺がなんか都会だと見えないよねって言ってたけど、都会でも見える星だったか。そう言うとすずは黙り込んで遺体を見つめた。マスコットを作ったりして、比較的カリンさんと交流があった影響か、すずは今は何も考えたくないと落ち着いた。おマリーン、私のせいだわ。真っ先にメスの保管場所を考えるべきだったのに。震えながら自分を責める困りに、かける言葉が見つからない。遺体にすがりついた時に、すっかりカリンさんの血で汚れてしまった困り。困り、大丈夫？ええ、心配かけてごめんなさい。私は大丈夫よ。心を入れ替えた困りが犯人だとは考えにくいし、困りを信じたい。そういえば困りは停電の時、どこにいたの？停電の時？ずっと大窓のある廊下にいたわ。誰かが気づいてくれるかもしれないと思って、ずっと空を見ていたの。
SOS のサインをどうしようかとか、気づいてもらえる方法を他にも考えてて、いきなり真っ暗になってずっとその場にいたわ。電気がついたと思ったら窓の外が映像だって気づいて、カレンがいないから探そうってなったじゃない。それでこの部屋を調べたら、そう言うと困りの表情がさらに暗くなり、それ以降の言葉が続かなかった。えのえの、なんか知ってるか。爪の間には特に引っかいた傷跡はないよね。見えるっす。一瞬で殺されたかもしれないっす。でもメスで一突きで服貫通して心臓まで達して、でなんか争った形跡もない、形跡もないってことでしょ。いけんの女の子に。エナさんは冷静にカリンさんの死体を調べていく。心臓を一突き、おそらくですが、これはかなり手慣れた犯行に見えです。その言葉を最後にエナさんは黙り込んでしまう。エナさん、どうしたっすか。停電前後の時のエナさんのことを知りたいんですが、停電前ってどうされてました。自分は停電の時研究室に立つね。部屋にあった資料を読んでたっす。停電中は無意味に動くと危険なので、しばらく数を数えてその場に立つ。数を数えてたんですか。秒数とか。ええ、こういった施設はおそらく放射電源が作動するかと思って、それまでの時間をカウントしていたっす。ほぼ15分後ぐらいに電気が復旧したっす。それからすぐにひばりちゃんたちと合流したっす。そのエナちゃんのとこに行くってカリンちゃん言ってたけど、そのカリンちゃんは来た。控えめな様子で町根が会話に入ってきた。いえ、来てないっす。まだ二人の間では何かあるんだろうか。エナさんは町根に目線を合わせようとしない。未だに気持ちない二人に思わず言葉が詰まるか。ここは私が何か言った方がいいかも。そっか、教えてくれてありがとう。そう考えるとエナさんはカリンさんの遺体に向き直って考え込んでしまった。来てない。あれ、でもなんか町根んとこにさ、あ、町根んとこからまた戻るみたいな、そういう話か。一回来てで町根んとこに行ったって言ってたもんな、えなちゃんね。どう思うよ、ふずっき。こんなのってカリンさんが殺されるなんて。カリンさんの遺体から、ふずっきの視線が外れない。ふずっきはショックを受けているようだ。まあ撲殺、まあこの世界線では未遂だけどさ、似たようなことやろうとしてるからな。特にカレンさんとの関係も悪かった印象はないし、今回も犯人はフズキさん、フズキじゃないと私は信じたい。ねえフズキ、停電の時って私たちってかなり近い場所にいたよね。呼びかけるとハッとした表情で私を見た。そういえばそうでしたね。あの時は安静作業してて、それから突然停電してしまって、なんとか廊下に出たらすぐトウカさんの、声が近くで聞こえました。それで配電室を見に行くか話してた時にひばりさんと合流したかと。トウカちゃん、ついに始まってしまったわね。どうやっても殺し合うことは避けられないのかしら。ついに始まってしまったって言うけどさ、一回被害受けてるからな、君もな。悲痛な面持ちでカリンさんの遺体を見つめている。どうか、停電した時って最初にフズキと合流したの。私の問いかけにトウカは少し考えるそぶりを見せる。最初に合流したのはフズキだったわね。地学系の実験室にいたんだけど、また頭痛がひどくなってね。救護室へ薬を取りに行こうと思って廊下に出たら突然真っ暗になったのよ。どのあたりで停電になったの。廊下に出てすぐだったから実験室から 2,3 歩進んだところだったかね。壁伝いに廊下を歩きながらどうしようか考えていたら、暗室からフズキが出てきたわ。停電して割とすぐに合流できたわ。ブレーカーが落ちたかもしれないと思って配電室に行く行かないの話をしていたら、ひばりとも合流できたってわけ。あれね。その後はカリンさんを探すまで一緒だった。どうかが犯人ということは考えにくそう。一番怪しいのはやっぱ、ごめんけども、町根なんだよね。町根は停電になる前、カリンさんと会ってたんだよね。
確かカリンさんが町の部屋に向かったのが最後に見たカリンさんの姿だった。うん、グレープフルーツジュースを持ってきてくれたの。エノちゃんとの間に何があったのかって話聞かれて。それで少し話した後、カリンちゃんはエノちゃんのところに行くって部屋から出ていたよ。それでしばらく部屋で休んでたら停電になっちゃって、みんなが心配でとにかく部屋から出たの。しばらくは暗闇の中を歩いてたんだ。電気が戻ってからは急いでみんなの声がする方に向かったって感じだったから。そっか。そうなると町田の部屋から出てカリンさんの行動の詳細がわからない。それよりひばりちゃん大丈夫？かなり顔色悪いよ。え？血の匂いのせいだろうか、胃のあたりがモヤモヤとしていることに町田に言われて気がついた。トークの時は大丈夫だったのに、スズの時も、いや確か気分が悪くなったっけ。ああ、血がダメなのか。どうも血の匂いにはならない。無理はしちゃダメだよ。うん、待ちね、ありがとう。でもカリンさんが何か残しているかもしれない。その思いを強く持つことでせり上がってくる胃液を何とか抑え込んだ。見なきゃダメっすか。見なきゃダメか。改めてカリンさんの遺体を観察してみる。死因は間違いなく心臓に突き刺さっているメスによる刺殺だろう。深く突き刺さっているメスはとても痛ましい。あたりに漂う血の匂いが吐き気を誘うがぐっとこらえる。先ほど10日が困りに確認していたようにメスは誰でも使用できる環境下にあった。でもさ、なんか血管とか頸動脈をさスパッて切るとかさ、そんなんじゃなく心臓を突き刺すっていう方でさ、確実性で言うと結構薄そうじゃない。それでもそっちを選ぶってことはなんかすげえ恨みがあったとかさ、そういうことだよね。ここにいる全員に犯行が可能ということだ。他に手がかりはないだろうか。指先を見ても気になる点はない。服装についても乱れてはいない。特に争った形跡がないことからあっという間の出来事だったのかもしれない。最後にカリンさんを見たのが連絡通路だった。あの時グレープフルーツジュースの缶を持って町田に会いに行くと言っていた。その後カリンさんがこの場所に来るまでカリンさんに何があったんだろう。一通りみんなからも話も聞いたし調べることはできたと思う。一息つくと今まで張り詰めていた緊張が解けたのか急に気分が悪くなってくる。胃のあたりがムカムカしてきて今にも吐きそうだ。おやつを抑えながらカリンさんの遺体を見つめる。原因はきっとカリンさんの遺体から漂う匂いだと思う。自覚したのが今ってだけでだいぶ我慢していたのかもしれない。血の匂いに酔ってしまったのかも。カリンさんの遺体から目を背け吐き気を抑えてしゃがみ込んでしまう。ひばりちゃん、ここはみんなに任せて部屋に戻ろう。大丈夫、大丈夫だから。ひばりちゃんは死なないから。町根が私の肩へ手を回しそう元気つけてくれる。ついさっきまで私が町根を励ます側だったの。ありがとう、ごめんね迷惑かけて。いいよいいよ、気にしないで。迷惑だなんて思ってないし、心配かけたのはお互い様でしょね。そう微笑む町根の顔にはやっぱり今の私と同じで憔悴の色が浮かんでいる。早く元気にならなくちゃ。町根の手を借りて私はなんとか自分の部屋へとたどり着くのだった。ありがとう、助かったよ。立っているのもやったでしょ。ほら座って。促されてベッドへと腰掛ける。スプリングの効いたふかふかのベッドが心地いい。硬そうだけどなこれ。何か水を飲んで心を落ち着けるといいよ。そういえばちょっと待ってて。そう言うと町田は小走りで部屋を出ていく。ああ、なんかあれか、ジュース持ってきてくれるのかな。ごめんひばりちゃん、もう一度開けて。そして少ししてまた戻ってきた。一度座らせたのに結局自動ドア解除のために立つ必要ができてしまい、こういう無計画のところも町根らしいなとくすってくる。うん、ちょっと待ってね。自動ドアを開けるとそこには町根がジュースを持って立っていた。それはグレープフルーツジュース。さっきカリンちゃんが部屋に持ってきてくれたんだ。飲んだら少しは気分もさっぱりするんじゃないかと思って。グレープフルーツはあんまり好きじゃないけどジュースは好きだな。そういえばさっき通路でカリンさんと会った時そんな話をしていたっけ。あの時はカリンさんが殺されるなんて思ってなかった。うん、ありがとう。
グレープフルーツジュースを受け取り、口をつける。酸っぱ。果汁 100% だからね。その味もそうだけど、なぜか自信げに胸を張る町を見て、スーッと気分が晴れていくのを感じる。ありがとう。おかげで随分気分が良くなったよ。感謝と俺は私じゃなくて、カレンちゃんにしてあげて。時間、巻き戻すんでしょ？町に言われて思い出す。そうだ、生産の死体を見てしまった。ショックの方が大きくて気づくのに遅れた。カリンさんは何者かに殺されていたのだ。なら、また時間を巻き戻してカリンさんを救わなくちゃ。あ、でもそれだったらマッチネは犯人じゃないのか。だって、巻き戻されるの前提で殺すわけ、ないよね。ない、かなぁ。そうだね。私ならそれができるし、このジュースのお礼をちゃんとしなくちゃね。でもその前に、もう少し情報が欲しい。いつ戻ればいいのか、誰がカリンさんを狙ったのか。町根はさっきカリンさんと会って、グレープフルーツジュースをもらったんだよね。そうだよ。その時にカリンさん何か言ってた？気になることとか、違和感があるようなこと。そうだな、どこを調べればいいのかわかんないと意味ないもんな。町根は自分の顎に手を添えて、考える仕草を取り、しばらくして、答えた。私の話を聞いて、エノちゃんのところに戻るって言ってたよ。何を話したんだろう。だとすると、町の後にエノさんに会って、それから殺された？それとも会う前に？あと、町根とカリンさんの間で、どんな話をされたのか気になる。きっと、前にエノさんが町根としたらしいプライベートな話関連だということは容易に想像がつくんだけど。だからこそ、突っ込んで聞いていいのかどうかためらわれた。さすがにそこまでは私もわかんないけど、時間的にはそんなに余裕ないんじゃないかな。なら、事件の鍵を握っているのはエノさんなのかな。でも、エノさんにカリンさんを殺す動機なんて。そういえば、何か思い出した？うん、ちょっとね。カリンさんは AV ルームで探偵物の映画を見た影響で、名探偵カリンを名乗ってエノさんにまとわりついたの。エノさんがそれを疎ましく思ってカリンさんを殺したなんてことはさすがにないよね。そんなことあるわけないよ。そう笑い飛ばして欲しかったのに、町の真剣な顔で検討し始めてしまう。普通ならないって言えるんだけど、今はあり得るかも。だってこの腕の。町の視線が自分の腕に繋がれたシューブ、そこから注がれている薬液へと向けられる。薬の副作用でカットしたら止まりづらくなってるから。そっか、そうだったよね。ついカットなって殺してしまった。そんな供述は日常生活のニュースでもたまに聞いた。ここではそのケースがとても起こりやすくなっているんだ。だとしたらエノさんが、思い込んだらダメだよね。カリンさんに関係しているのは間違いないだろうけど。カリンさんはいつまで生きていたっけ？しっかりと思い出す。私が最後に会ったのは、晩ご飯の前だ。後だ。でもエノさんが犯人だったら、それ以前に何か犯行準備をしているかもしれない。特にエノさんは頭がいいから止められないかも。だったら昼かな。昼に食堂で町根の様子を見て幽霊みたいだと思ったカリンさんは、エノさんを追求しようと名探偵カリンを名乗り始めたんだけど。とりあえずお昼まで戻ってみるよ。ありがとう町根。いいんだよ、ひばりちゃんの役に立ってたんだな。そうつぶやく町根は寂しそうに見えた。それじゃあ行くね。 PSI を使うべく紐を引きちぎるためにドッグタグを手にする。ねえ、戻る前にちょっと変なこと聞いていいかな？変なこと？何？ひばりちゃんは時間を戻せるからいいけど、残された私たちってどうなるのかな？それは、私がやり直して戻した世界、戻さないでそのまま続いた世界のことについて、私は一切認識ができていなかった。ごめん、私にはわかんない。私はこの世界から消えるのかな？それとも、町人たちも巻き戻るけど、記憶が消えてる？考え込まないで、それに謝らなくていいよ。普段はこんなこと気にしないんだけどね。もしあそこで、ああしていたらどうなっていただろうとか、もしもの世界、パラレルワールドの自分のことも考えても、普通は確かめようないもんね。町根はドッグタグを握りしめる私の手、そっと自らの手をかぶせる。うまくいった世界の私によろしくね。ひばりちゃんならきっと、カリンちゃんを殺した犯人を止めてくれるって信じてるから。わかった。絶対みんな生きたまま、ここを出してみせる。だから町根。またね。私の思いだけじゃない。町の思いも乗せて過去へ戻ろう。
今日のお昼どうなるんだろうな。なんかイメージ的にはこっちはこっちで続いていきそうな感じだけど、はい、ということでじゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。